栃木県道264号、小山祐希線起点の小山市、対抗寺交差点茨城県道264号、小山祐希線有機市中心市街地、浦町交差点前祐希市有機終点付近栃木県道、茨城県道264号、小山祐希線は、栃木県小山市から、茨城県有機市に至る、一般県道である。 栃木県小山市大技太鼓寺の大鼓寺交差点で、国道50号岩船小山バイパスより分岐し、小山市街と茨城県有機市街を結び、茨城県道15号欠場下妻線の交点に、至る一般県道である。国道50号、小山、有機角副幹線、岩船小山バイパス開通までは道路線が、国道50号に指定されていた。そのため周辺では、 950号とも呼ばれる。1971年4月30日、新たな一般剣道として、栃木県小山市を起点とし、茨城県結城市の終点まで至る当時国道50号であった区間を茨城県が剣道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号264となり、現在に至る。 小山市内の栃木県道265号続宮、木沢線との交差部は、朝夕を中心に激しい渋滞が起こる地点であり、その解消のために2005年11月1日、栃木県道265号続宮、木沢線交点と国道4号を結ぶバイパス部が開通した。現在、JR 宇都宮線をまたぐ、古戦橋の掛け替え工事が行われており、2007年6月に、 新古戦郷への掛け替えに伴う暫定工事が完了し、供用が開始された。なお、新古戦橋の前後は大きくクランクしており、走行には注意が必要であったが2009年4月に、急遽撤去後、再度架橋され、クランクは解消された。また、同市内の栃木県道33号、小山環状線との交差部も朝夕ラッシュ時には、渋滞するポイントである。 この犬塚交差点から有機方面に向けて急な勾配があるため前方の見通しが悪く事故の多発地帯である。道路法の規定に基づき、茨城県内の有機市小田林道士有機館は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。小山市内1971年の 路線認定当初の表記は、有機市大技有機アザ続橋一般国道50号店である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。